なでしこ極寒遺跡上空で待機中。システム異常なし。重力波センサー全方位反応なし。まだありません。イネスさん大丈夫でしょうか。無事だといいんですが。艦長、彼女どこにもいませんよ。くまなく探したが見つからんのです。いや、そうとも言えないようです。ここに残っていた署員の話によると、敵も捜索隊を出して探していたらしい。ええ、なでしことの戦闘が始まると引き上げたと言っていますね。おそらく我々が到着する以前にここを脱出したのでしょう。わかりません。とりあえず一旦戻ります。それにしてもイネスさんどこ行っちゃったんでしょうね。さてね、どこにいるんだが。ハーリー君、装填員エンジン出力を確認。あ、はい。現在出力 27%、 発進準備作業続行中。作業完了後直ちに発進します。フレサンジュの保護に失敗しました。現在消息は不明です。そいつは困ったな。まさか敵の手に落ちたってことはないよね。それはないと思いますが。そうか。ま、とりあえず捜索は続行してくれ。それと火星の後継者はどうやら木星プラントを使って戦力を増強してるようなんだよね。なでしこで行って片付けてくれるかな。了解しました。じゃあよろしく。よろしいんですか。フレサンジュの所在を彼らに教えなくて。全ては予定通りだよ。なでしこにはもうしばらくピエロを演じてもらおう。それよりクリムゾンの動きはどうなっている。本格的に行動を開始した模様です。いよいよ怖いお嬢様のお出ましかな。それじゃあこっちも切り札を準備しようかね。フィールド出力 OK。全システム異常なし。なでしこ、いつでも発進できます。諸君、火星遺跡の防衛ご苦労だった。よくやってくれた艦長。今こちらで今後の作戦行動を検討している。別命あるまでしばらく待機していてくれた。艦長、発進の準備は整ったのですか。では木星へ向かってもらいたいのです。ネルガルの得た情報によると、火星の後継者は木星プラントを使って戦力を増強しているらしい。火星遺跡と同じく古代異文明の遺産ですが。木星プラント、先の大戦で旧木星連合が使用していた生産施設です。現在は新地球連合の管理下に置かれていて使われてはいないはずです。それが火星の後継者の手に渡った。道理で無人戦艦や機動兵器が多いわけだろう。ということは残存部隊といってもかなりの戦力があるっていうことじゃないですか。そういうことになる。大事だね。ちょっと話が違うんじゃない。だから我々で木星プラントを奪還するのだ。敵の増強を元から断つわけですか。果たして間に合いますかね。木星へ行くのはいいですけど、イネスさんはどうするんですか。
ですよ。イネスさんは探さなくていいんですか？探すって言ったってね。何の手がかりもないじゃん。今は火星の後継者の動きを封じるのが我々の急務でしょう。さて、どうしますかな、艦長。艦長、宇宙軍本部より通信です。待たせたね、艦長。突然だが、なでしこ B は現時刻をもって掃討作戦の任務から外れてもらう。新地球連合の決定だ。今後掃討作戦は統合軍艦隊が引き継ぐことになる。今さら何言ってんだか。こちらでも得ている。だからなのだよ。統合軍が重い腰を上げたのは、もはや残存部隊と侮れない戦力を持っているとの一致した見解だ。かくして宇宙軍はまたもや蚊帳の外。したがってなでしこ B にはイネス捜索の任務についてもらう。どこを捜索するかは君たちに任せるよ。木星に向かっても問題ないですね。ほら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 、無茶はいかん。あくまでもイネス捜索が表向きの任務だよ。あ、でも敵と遭遇したら戦闘になりますよね。木星プラントを叩いてもオッケーというわけですか。不可抗力というやつ。今の話、わしゃなんも聞いとらんよ。後のことはこちらで何とかさ。諸君、よろしく頼むよ。ルート確定。さより、かぐやま経由でタケルへ。今回は目的地に問題なくつけるんでしょうね。保証はありませんよ。おそらく敵もまだシステムへの干渉は続けているでしょうし、エンジンもこりゃ賭けだな。しかし他に方法はない。なでしこB、極寒遺跡に降下中。ジャンプゲート接近。光学障壁展開。通信回線閉鎖。生活ブロック準備完了。エネルギー系統の設定変更完了。艦内警戒態勢パターン B へ。フィールド出力も異常なし。その他まとめてオールオッケー。フェルミオンボソン変換順調。艦内異常なし。レベル上昇中。ジャンプ。なでしこ B、 ボソンアウトしましたけど、ルート変更かかりました。ああ、やっぱりダメです。ターミナルコロニー、串灘です。串灘？全くの反対側じゃないか。やれやれ、またやられましたね。艦長、ルートを再設定してもう一度ジャンプしましょう。でも、またどこに飛ばされるか分かりませんよ。5
ご苦労だな、なでしこの諸君。南雲か。何度ジャンプしても同じことだよ。ヒサゴクランのネットワークシステムは我々が掌握しつつある。もっとも節灘まで飛ばされるとは予想外の結果だな。それにもう二度とジャンプはできん。ネットワークシステムから切り離されました。クシナダ全機能停止。残念だな、もう我々の邪魔をすることはできんよ。まんまと罠にはまったな。どうします艦長。現在位置から最も近いのは白姫ですが、今は使用不能です。その次だと秋津姫になりますね。艦長、仕方ありません。とにかくここまで急いで向かいましょう。